こんにちは、こんばんは。仲人ハッピー結婚しようチャンネルです。今日は、とかく嫌われる嫉妬も悪いことだけじゃないというお話をニューバージョンでお届けします。このチャンネルでは、こういった結婚、婚活、恋愛心理学のことで、あなたの恋愛や結婚生活に役立てていただけるような内容のお話をしています。話の内容が参考になるって思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。通常月曜と水曜に恋愛系のお話をしています。結婚しようチャンネルで YouTube 検索してご覧いただければ嬉しいです。あなたは嫉妬深い人のことをどう思いますか？よくドラマではこのような人はちょっと怖いとか、あるいは面倒な人として描かれたりしますね。ですが裏を返せば愛情深い人とも言えるのです。嫉妬には何かとネガティブな印象がつきまといますが、実はポジティブな面も多く見られるのです。嫉妬深い自分が嫌になるという人もそんなに恥じることはなさそうです。1、嫉妬深い人は結婚を決めるのが早い。1、嫉妬の深さは愛情の裏返し。嫉妬深いという性格はあまり好ましいとは思われていません。おそらく嫉妬深いという言葉からはしつこいとか粘着質だとか気持ち悪いというイメージが伝わるのではないかと思います。では嫉妬深い人は良くないのかっていうと、必ずしもそういうわけではありません。嫉妬深い人というのは嫉妬しやすいくらいなのですから、それだけ愛情が豊かな人でもあります。相手のことをそんなに愛していないのであれば、そもそも嫉妬も起きないからです。恋人のことなんてどうでもいいと思っていれば嫉妬が起きようはずがありません。嫉妬が起きるということはそれだけ相手を愛しているからなのであって、嫉妬の大きさは愛情の大きさと比例しているとも考えられるわけです。嫉妬深い人の方が愛情が強いので、それだけ情熱的な恋をすることになります。そしてまたそういう人の方が結婚も早くなるのだって言います。結婚という重大な決断をするためにはよほど強い愛情がなければなりません。愛情が弱い人はなかなか結婚の踏ん切りをつけることが難しいのだそうです。強烈な愛情があるからこそ結婚の決断ができるのです。2、嫉妬深いほど結婚も早い。ウェスタンイリノイ大学のユーゲン・マーチスという人は65組のカップルに嫉妬深さのテストを実施したそうです。それから7年後にもう一度コンタクトを取り、彼らが、ね、結婚しているかどうかも調べたそうです。その結果、結婚していたグループの方がしていないグループに比べて7年前の嫉妬深さのテストの得点が高いことが判明しました。結果的にね、嫉妬深い人ほど結婚の決断も早いと言えることが分かったのです。嫉妬深い男はあまり好きじゃないという女性は多いと思うのですが、考え方次第では嫉妬深い男もそんなに悪いわけではありません。特に結婚したい女性にとってはそう言えるでしょう。付き合ってね、何年も経つのにいつまでもプロポーズしてくれないとか、優柔不断で結婚してくれないという彼氏に我慢がならないのであれば、次にね、恋人を選ぶ時にはなるべくね、嫉妬深い男性を選ぶと良さそうです。嫉妬深い男は恋に燃えやすく、結婚に至るまでのペースが早いはずだって言います。国民性で言うとね、アラブの男性とかブラジルの男性などは情熱的で嫉妬深いとも言われているそうなので、そんなね、男性との国際結婚を目指してみるのも一つの手かもしれません。3、嫉妬にはいい面もある。恋愛における嫉妬っていう感情は基本的に、ね、ネガティブなものだって考えられています。嫉妬を感じると心がモヤモヤしますし、怒りがね、募ってくることもありますよね。しかし嫉妬が全て全くダメな感情なのかっていうと、そんなこともありません。きちんとした存在理由があるというか、嫉妬はね、嫉妬でそれなりにポジティブな効果をもたらしてくれることもあり、全く無意味で不必要な感情というわけでもないのです。カリフォルニア州立大学のアヤラ・パインズっていう人は21歳からね、64歳までの男女に嫉妬がもたらす様々な結果について尋ねてみました。人はね、嫉妬を感じると結果としてどのような心理効果があるのでしょうか。調べてみるとね、結構ポジティブな成果が見られることが分かりました。4、嫉妬のね、ポジティブな効果。嫉妬はお互いの存在を当たり前のものと考えてはいけないことを教えてくれる。嫉妬は
関係をね、長期化するのに役立つ。嫉妬はパートナーを愛していることのサインになる。嫉妬は倦怠期の関係に興奮をもたらしてくれる。嫉妬はパートナーをより一層魅力的に見せてくれる。嫉妬はお互いの愛情を高めてくれる。嫉妬はお互いの関係をもう一度見つめ直すためのきっかけを与えてくれる。嫉妬すると生き生きしてくる。最後のね、この生き生きしてくるっていうのはね、ちょっと私、わからないところがあるんですけどね。丸5、嫉妬があるから相手を思う気持ちも高まる。私は嫉妬深く、本当に自分が嫌になるって感じている人がいるかもしれませんし、本気でね、悩んでいる人もいるかもしれません。けれども、嫉妬を感じてしまうことは、人間にとっては正常なことというか、別にね、おかしなことではありませんし、むしろね、相手との関係にとってもプラスに働くことの方が多いのです。嫉妬があるからこそ相手をもっと大切にしようという気持ちも生まれますし、相手とね、より親密になりたいと願う気持ちも生まれてきます。嫉妬はお互いの関係をね、より一層進化させるためには必要不可欠な感情とさえ言えるかもしれないのです。もしもね、自分が嫉妬深いことに悩んでいる人がいたら、胸を張ってね、私は嫉妬深いということを認めてしまいましょう。嫉妬はね、愛情の強さを測るバロメーターなのです。終わりに、世間的にもね、嫉妬深いという性格はあまり好ましいとは思われていませんが、相手のことをね、そんなに愛していないのであれば、そもそも嫉妬も起きないのです。嫉妬が起きるということは、それだけね、相手を愛しているからなのであって、嫉妬の、ね、大きさは愛情の大きさと比例しているとも考えられるわけです。またね、付き合って何年も経つのに、いつまでもプロポーズしてくれない人や、優柔不断で結婚してくれない人も目立つ昨今ですが、嫉妬深い男は恋に、ね、燃えやすく、結婚に至るまでのペースが早いんだって言いますよ。嫉妬はね、お互いの存在を当たり前のものと考えてはいけないことや、関係をね、長期化するのに役立ちます。そして、お互いのね、愛情を高めてくれるなど、ポジティブな効果がたくさんあるのです。嫉妬があるからこそ、相手をもっと大切にしようという気持ちも生まれますし、相手とね、より親密になりたいと願う気持ちも生まれてきます。嫉妬は、お互いの関係をより一層進化させるためには、必要不可欠な感情とさえ言えるのです。結婚したくないタイプの、ほぼ上位にランクインする嫉妬深い人のプラス面についてお話ししましたが、ある程度の交際を積み上げて、信頼できるお相手であることが確認できたのだとしたら、異常な、ね、嫉妬心で相手を、ね、縛りすぎたりしないように注意してくださいね。可愛らしい嫉妬のうちはいいですが、異常な、ね、嫉妬心と異常な束縛を受けて、お相手にね、嫌われてしまえば元も子もありませんので、追加してお話しします。あなたの恋愛や結婚生活のご参考になれば幸いです。それでは今日はここまでで、また次回、結婚、婚活、恋愛心理学などのお話をさせていただきます。また金曜にお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。バイバイ。